それでは第14回のビデオ講義離散フーリエ変換その3を始めることにします。で、前回に引き続いて離散フーリエ変換の例を挙げるんですけども、今回挙げる例ではですね、計算を手でやることはこれはほとんど不可能なので、コンピューターによる計算とグラフィックスを活用して説明したいと思いますね。で、内容的にはまず例の5として基本周波数の整数倍でない周波数の信号の離散フーリエ変換の例ですね。これに関連した補足説明としてですね、こういう状況を踏まえた上で離散フーリエ変換が何を表しているかということをもう一度考えてみようと。で、それがまたフーリエ級数とどう関係しているかということも考えてみたいと思うわけですね。で、最後に離散フーリエ変換のまとめとしてですね、例の6として雑音除去の簡単な例を挙げたいと思います。で、例の5の状態というのはどういうのかというと、信号がコサイン 2600πt、 これは見てわかるように、周波数が1300ですね。で、これを t を0から0.001までに極小化して8個のサンプル点を取ってその、離散化するわけですね。と、このサンプリングの基本周波数は、これは前にも出てきたやつですから1000であることがわかりますね。基本周波数が1000、でこちらの周波数が1300ですから、ちょうど 1.3 倍になっていて、整数倍にはなっていないような信号なわけですね。で、これに、図で書くとこんな形になっているわけですけども、このサンプル点をこの8個取ってですね、この計算も手では到底できないので、コンピューターでやらせてですね、しかも、その小数第3位を四捨五入した形で、短い形で表すと、XN というのはこんな形になりますね。これにその離散フーリエ変換を施した数列もかなり複雑な形になりますから、これコンピューターでやらしてですね、しかも小数第3位を四捨五入した形で書くとこんな形になってますね。というか、もちろん i と書いたのは、この信号周波数は j と書くべきところですけども、要するに複素数列が、8項の複素数列がこう出てきてるわけですね。で、これで離散フーリエ変換がこう求まったんだけども、じゃあこれは一体何を表しているのかということをこれから説明しようと思うわけですね。ラージ XK の表すものは何かと。で、これはさっきみたいにこう複素数列ですから、その実数部分と虚数部分に分けてまず考えますね。と、この実数部分をラージ A の K といって、それはこの、平面上にこうプロットしてみると、こういう赤い点になるわけですね。前回やったようなその基本周波数の整数倍の周波数 の信号じゃないので、その分布がちょっと不規則になっていることに注意しながらですね。で、これに対してですね、今この5軸体の AK という、こういう、実は数列8項の数列を次のようにこう決めるわけですね。まず A0 は最初が8で、あとは全部0と。A1 は1番目と7番目が4で、あとは全部0。A2 はこの3番目とですね、6番目ですね、それが4で、あとは全部0。同じようにしてこう A3、A4 っていうのを決めるわけですね。で、こういう数列が何を表しているかっていうのは、前回 の補助定理から分かるように、基本 周波数の整数倍のコサインの関数の離散フーリエ変換になっているということにこう注意しながらですね。で、一方ではこの AK という、これ8項の数列というのは、実はこういうものの和で書けるわけですね。で、どう書けるかというと、実はこの A0 に、 A0 の場合はこの最初の成分がこう8ですけども、これ8で割っておいて、それにラージ A の0をかけると、ちょうどこの赤い点になるわけですね。以下同様にしてこういう数列を決めてやると。で、一方ですね、先ほどの言ったその前回の補助定理と、前回の例の Q によるとですね、この A0 から5軸体の A0 から5軸体の A4 までという、こういう数列は、ここに述べたようなこういう関数、つまり基本周波数の整数倍 の周波数を持つ信号の離散フーリエ変換になっているわけですね。そうすると離散フーリエ変換の線形性を考えるとですね、そうするとこの
AK というこの赤い点列ですね。これはですね、この関数にこういう係数をかけたやつの、こういう関数ですね、ちょっと複雑な関数ですけども、これの離散フーリエ変換にもなってるわけですね。最初に与えられたスモール XT という関数のフーリエ変換ばかりじゃなくて、こういうふうに今人工的に作ったこういう関数の、離散フーリエ変換でもあるわけだけども、その関係をちょっともう少し見てみると、同じようにして虚部もプロットしていますね。ラージ XK の虚部をラージ B の K と言ってやると、こういう青い点列になるんだけども、これに対してもさっきと同じように、8項の点列、このボールド体の K というやつを B1 から B3 までこういうようにして定義するわけですね。この辺も、前回の、補助定理で出た、基本周波数の整数倍のサインの関数の離散フーリエ変換の虚数部分ですね、要するに J を外した形がこうなっているということに注意しながらですね。で、この B0 から B7 というこういう数列は、こういうものの線形結合でこう表されていると。で、こういうボルト体の B1 から B3 というのは、前回の補助点によるとこういう関数ですね。こういう関おっとこれはこれこすみません、ここはコサインじゃなくてサインですけども、こういう関数の、線形結合になって、離散フーリエ変換になってますから、それを考えるとこの BK という数列はですね、結局それにこの、こういう係数をかけて足した、こういう一次結合ですね、こういう関数の線形結合でできる関数がこう ZT というのがあって、これの離散フーリエ変換の虚部にもなっているというわけですね。だから先ほどの実部のところと虚部のところを合わせるとですね、XT という元の関数の離散フーリエ変換ですけど、YT と ZT の離散フーリエ変換になっているということがわかるわけですね。じゃあこの YT と ZT というのはどういうものを表しているのかというのを見るとですね、これはグラフでこうプロットしてみるとですね、この YT プラス ZT、この赤いグラフになるわけですね。青いやつが最初の、与えられたスモール XT という感じで、この黒い点はその XT のこのサンプル値を表しているわけですけども、赤い点は今作った YT プラス ZT という関数ですね。この端の方でちょっとそれてますけども、途中でこう誤差があるんだけども、サンプル値のあたりでは非常によく近似しているということがこう分かりますよね。それで、じゃあそのフーリエ係数との関係はどうなってるかっていう、ちょっと例えばもう少し前のページ見るとですね、例えば ZT っていうのはこのサインの、このサインの項のこの有限和になっていて、YT の方はコサインの項の有限和になってますから、フーリエ係数みたいな形してるわけですね。だからそのフーリエ係数と今の関係がどうなっているかっていうことを調べてみたいんだけども、だから YT プラス ZT は三角関数の有限和ではあって、XT を近似しているのだから、XT のフーリエ係数と関係するはずであるってわけですね。ただ、この講義ではそのフーリエ係数というのはどうやって定義したかというと、ある正の数を与えて、そのマイナス L から L の上でその、サインとコサインで、こう定義したわけですね。で、しかも今の場合この、YT とか ZT という関数がですね、ちょっとさっきの見るとですね、こういうサインの 2000πt とか 4000πt、こういうその三角関数ですから、そのフーリエ係数としてはですね、一般のフーリエ係数の L のところをこの、先ほどこの、はこの値の半分にしたこの、L をこの2000分の1としてですね、でマイナス L から L までのいってフーリエ係数を考えるんだけども、その時最初この青い関数ですね、この、左側にマイナス L だけこう平行移動しておいて、でその関数をフーリエ展開するわけですね。でそのフーリエ係数を計算して実際にこう、やるとですね、だからこれ X ティルダ T としてさっきのコサイン 2600π かける T というのが最初の XT ですけども、
t のところを t プラス l に置き換えると、元のグラフがマイナスの方向へ l だけこう移動するんだけども、その関数を今 x チルダーとしておきますね。でこれの、この区間でのフーリエ級数の、n イコール4までの項を g チルダー t と置くことにしますね。でこれはあの係数の計算も厄介なんだけども、コンピューターで計算させて書くとこんな形になっていると。でこれはあの元の xt をマイナスの方向に l だけ平行移動したやつですが、この gt という関数を今度はプラスの方向に l だけ平行移動して戻してやるんですね。でそれを gt と置くと、 g チルダーの t のところを t マイナス l と置き換えるんですね。その時このここの t を l で置き換えると、このコサインとかサインのところの π がこの l で置き換わりますから、その時ですね、ちょっとこれあの注意すべきことは、この例えばコサイン n かける 2πt の t マイナス l ってのは、これあの加法ディールを使って計算するとですね、コサイン n かける 2000πt にこうマイナス n をかけたやつにこうなっていると。サインの方も同じようにしてやりますから、ですから、この gt のそうフーリエ級数っていうかですね、それはあのこういう参加関数の和でこうかけてるわけですね。でこれがあの要するにどういうことをやったのかというと、 xt という関数をマイナス l だけ移動してフーリエ展開して、そのフーリエ級数の関数を有限項の和の関数をプラスに l だけ移動したやつですから、これがあの元の関数 xt、 それからあの参加関数で近似した yt プラス zt、 これを近似してるはずですね。だから gt はyt プラス zt を近似していると考えられると。でそれで実際にこう図を書いてみるとですね、この赤い方がですね、さっきのこの、yt プラス zt という関数ですね。でこれは xt の離散フーリエ変換から、まあ、人工的に作った関数ですね。この青い方のグラフっていうのは、この xt をマイナス l 移動してフーリエ変換して、その関数をプラスに l だけ移動してできた関数ですね。まあ誤差がかなりあるとはいえですね、このちょうどあのサンプル値の付近ではよく似て、似ているという、この最初の x イコール0のところを除いて t イコール0のところを除いてですね、ですからこの赤い曲線は yt プラス zt を、青い曲線は gt を、黒い点は元の関数 xt のサンプル値を表しているんですけども、でこの図からもこの yt プラス zt というのがこの gt の係数を近似していると考えられるわけですね。でこちらもこちら側もですね、同じ関数で表現されたわけですね。もう一回ちょっと戻ってみるとですね、ここで見るとこういう関数を使ってですね、コサイン 2000πt とかコサイン 4000πt とかサインの 2000πt とかこういうものを使って表現されてたんですね。から yt プラス zt も同じですから、その係数がまあ似てるはずですよね。だから係数が gt の係数を近似していると考えられると。で x チルダ x というさっき作った関数、元の関数をマイナスに l だけ移動したやつのマイナス l から l までのフーリエ係数をスモール an と bn としておくとですね、そうするとどういうことが分かるかというと、 yt プラス zt の係数はさっき見たようにこのスモール xt の離散フーリエ変換の実部の large a というやつと胸部の large b でこう表現かけていると。これは yt の係数はさっき書いたやつですから、このところはあのフーリエ級数の場合こう a0 はこう2で割るんですけども、からこの1番目2番目とかこういうところは先ほどにこの符号が違ってますから、それが反映してこんな形のものにこう近似されてるわけですね。だから上の段と下の段は互いに近似してるわけですから、そうするとこの a0 から b3 までこう並べてみると、それが4倍の a0 からマイナス4倍の a1、 これちょうど上にあるのが下にあるやつの近似値になっているわけです。こういう関係でこう対応していると。ちょっと見るとその、まあ、4倍なんかがつくから不自然な感じがするし、プラスマイナスが関係しているからちょっとそのまま対応しているわけじゃないんだけども、その辺はですね、その辺の違いっていうのは、その離散フーリエ変換とかあるいはフーリエ級数をどう定義するかに関わっているので、これはこうきちんと対応するように
離散フーリエ変換を定義することもこうできるわけですよね。まあ、今は我々がやってきたそのフーリエ級数の定義と離散フーリエ変換の定義を使ってますから、こんな対応になっていると。ところで実際に数値を計算してですね、小数以下第2位までの近似値で比較するとこんな具合になってるんですね。AB の方と、スモール AB の方と。で、まあ、これは4倍してありますけども。で、数値だとちょっと分かりにくいので、これグラフィックスで表すとですね、こんな具合になってるわけですね。だから、まあ、誤差は当然あるんだけども、そのサンプル数が少ない割にはですね、この赤い点と青い点の対応は、まあ、非常によく対応しているということができると思うわけですね。で、こんな具合にして、この赤いやつはどこから出てきたかというと、XT という関数の離散フーリエ変換の実部と虚部ですね。ちょっと全般が実部で、こっち後半の3つが虚部なんだけど、それ同じところにこう表してますか。下の方がフーリエ級数の、ここまでが、スモール AN の方で、こちらはスモール BN の方なんだけども、それはまあ非常によく対応しているということがこう分かるわけですよね。で、このようにして、そのフーリエ解析の、まず最初にやったフーリエ級数というのと、まあ、この段階でやった離散フーリエ変換っていうのが、こういう形でこれ関連付けられるというわけですね。で、離散フーリエ変換とフーリエ級数が関係付けられて、まあ、この話として、ビデオコンテはフーリエ級数、フーリエ変換、離散フーリエ変換ときたんだけども、そのストーリーの輪がこうちょうどつながっているということがわかるわけですね。これが離散フーリエ変換の、まあ、持っている意味を別な側面から考えたところですね。で、最後にですね、離散フーリエ変換の、もっと実用的な例を挙げてみようと思うので、雑音除去って、雑音使用級の概念を示す簡単な例を、示しておこうと思うんですね。もちろんこれはコンピューターでないとできませんけども。で、この何か信号 XT が与えられていて、それがまあどういう信号か今ちょっと関数では書けないんだけども、0から、T が0から0.01の範囲ではグラフがこんな具合になっていると。まあ、ちょっとかなり複雑なグラフですけども。で、こういう、まあ、いわばアナログ信号をですね、考えるわけですけども、これは実はコンピューターで使う、やるとこう音を聞くことができて、実際にはこうですね。これ今の赤い関数のグラフなんだけども、これはますますかを使って音を聞くとこんな声になりますね。ちょっと1秒間だけ鳴らしたので聞きにくいかもしれないですけど、もう一度やってみましょう。何かザリザリとした感じで、雑音が入っているということがまあ分かると思いますね。もう一回聞くとですね。で、この雑音を除去してやりたいんだけども、それどうするかというと、その直接これ加工するんじゃなくて、これを一旦ですね、デジタル化して離散フーリエ変換を施して、それを離散フーリエ変換を施したものをこう加工するというのがその信号処理の考え方ですね。で、まずこれを、t が0から1に局所化し、この辺のところは実際の信号処理はもうちょっと状況は別なんですけど、今説明のための状況ですから、まあ、一応こう書くって書いてますね。まず t を0から1に局所化して、この8192個、これは非常に大きい数ですけど、これのサンプル値を取ると。もちろんこっちの幅を狭くしてサンプル値を少なくすることもできるんだけど、今説明のためこう取っておきますね。で、その最初のいくつかの個、これはもう8000個ありますから、こうずっと長いんだけども、最初のいくつかを取り出すとこんな形になってますね。これはもちろん小数第3位以下、第3位、切り捨てて書いた数ですけども。で、これ図で表すと、この赤いやつがさっきのアナログ信号で、で、今取り出したこの、サンプル値がこの赤い点で表されてるわけですね。で、これの、スモール XN の離散フーリエ変換をラージ XK としておきますね。で、これも最初の数個を実際に書くとこんな形になっていて、これはもちろん J と書くべきなんだけど、複素数がこう入っているということが分かりますね。で、これをどうやるかというとですね、これ複素数列なのでですね、これしかも点の数が多いので、
こう実部分と虚数分に分けて説明してもなかなかうまくいかないので、こう3次元で考えることにしますね。これは第15回って書いてあるけど、実はこれ第10回で、第10回でですね、その音声の、これは連続的なフーリエ変換を考えたんですね。その時考えたこの0の5っていうのはどういう信号だったかというと、ちょっと音を聞くと、この一種の和声なんだけども、それにこう、普通のフーリエ変換を施すと、ここに、周波数の成分がここにこうスペクトルになって出てくる。で、これを表すときにですね、時間軸を X 軸にして、それから Y 軸を実軸に、Z 軸を虚軸にして、こう3次元で表すと非常によく表されたということをやったんですけども、これと同じようにですね、今もこの、Large XK というこう点列をですね、もう3次元の中でこう表すと、こんな声になるんですね。まず、こっちの画面で見ると、こうですけども。で、これはコンピューター上では視点を変えて見られるので、それでやったのが、これですね。今の、ませませかと。で、これがその3次元の中に、その離散フーリエ変化した点をプロットしたやつだけども、これはますますかと、ちょっといろいろ視点を変えることができる。例えばこういうふうにこう動かしてですね。だからその点の分布の状態は割とよくわかるわけですね。例えば、こんな具合にするとですね、どうしてですか、ちょっと点の数が多いので少し動きがぎこちないんだけども、もうちょっと改善してやるとですね、これは今の場合ですね、これはちょうど実軸がマイナスの方向にこう垂直になっているような、そういうグラフですから、その点列の実部がどうなっているかということはこの状態から大体わかるわけですね。ちょっとこれ回転させてですね、ちょっと回転させて、虚軸が垂直になるような形に持っていくとですね、虚軸ちょっと回しにくいんだけども、そうすると、虚数部分がどんな形で分布しているかっていうのが分かるんです。まだちょっとならないですね。それから今度は、こちら側をこう、N 軸の方、要するに番号の軸の方からこう見るとですね、これはちょうど、その点を全体複素平面にそのままプロットしたらどうなるかという状況を表しているという具合にこういろいろこう立体的に、観察することができて、その離散フーリエ変換の状況が割とよく把握できるわけですね。で、これでその雑音を除去するときにどうやるかというと、この離散フーリエ変換した点を加工するわけですね。で、その加工は一般にそのフィルターと呼ばれるものでやるんだけど、今はもう単純にですね、雑音の成分が高周波であるというふうにこう想定してですね、高周波に対応する部分、つまりさっきのやつの番号 N の中間の部分について、それは0で置き換えたものを考えるわけですね。だから具体的には今の場合8000個あるうちのですね、始めと終わりの1000個を残して、その他を除去しっていうのはこの場合0に置き換えてですね、それを、Large X のバーの K と置きますね。で、これを離散フーリエの逆変換で戻すんだけど、その前にこれをこうちょっとグラフィックスで見てみると、で、これもさっきと同じようにこのいろいろマウスを使ってこう動かしてやることができるんだけども、先ほどの赤い点の集合に比べると相当すっきりした形になっていると。だこの中間部にあったその高音の部分、まあ雑音の原因であると思われる部分をこう除去した形になっているわけですね。で、これを今度はこれ X バー K と言ったやつをですね、離散フーリエ逆変換で戻すわけですね。で、そうするとですね、この逆変換っていうのはこの、加工しないでそのまま戻すと元の数列に戻るんだけども、ちょっと加工しちゃってるので、元の数列にはきちんとは戻らないで微小な虚数部分を含んでるわけですね。ですからその移したやつのこの離散フーリエ変換の逆変換で移したやつのこの実数部分をこの X ハットの N としておきますね。で、これをプロットするとこんな具合になって、まあ割とすっきりした点の分布になってるわけだけども、これはまあデジタル信号ですから、これをアナログに直すと、こんな青い曲線になるわけですね。で、この赤い曲線っていうのは一番最初に与えられた雑音付きの曲線で、それに比べるとかなりこうすっきりした形になってるわけで、これもまたコンピューターを使うと音を聞くことができるわけですけども、それがこれですね。この赤いやつと
青いやつ、赤いやつというのは最初の雑音が入っている信号、青いやつは、離散振り変換を施して加工して元に戻して、アナログ化したあの雑音を除去したと思われる関数ですね。でまず元の関数の音をもう一度聞いてみますね。こういうザリザリした音だったんですけども、この青い方を聞くとこんな具合なんです。だいたい音程が主な音程が同じぐらいですから、まあ、雑音の部分が除去されたっていう感じがよく出てますね。もう一度やってみると、これは雑音が入った方、これは雑音が除去した方というわけですね。このようにしてですね、信号を直接加工するのではなくて、離散振り変換を施したものを加工して逆変換で戻すというのがその信号処理の考え方ですね。でこれで、離散振り変換に関すること一応説明が終わったので、第14回のビデオ講義はここで終わりにしておきますね。